はい、どうもお茶の水にいます、ベルです。お前です。はい、今回もね、早速やっていくんですけど、はい、まあ、あの前回のね、やりすぎの点とか皆さんいかがだったでしょうか。まあね、これからもね、あの点をね、どんどん投げていくんで、ぜひ見ててください。はい、早速本題に入りたいと思います。はい、今回はね、やりすぎのね、DVD 第1巻の収録されている2つ目ですね、はい、うん、芸人都市伝説2のところです。はい、ここでは主に、関さんは5つほど話をしております。はい、はい、まず1つ目ですね。これ東京タワーの扉の、 あのフリーメイソンのマークの話をしてるんですよね。はい、これあの長い話じゃなくて、まあ、サクッとした話、まあ、結構全体的に短かった。そう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 。でこれ何かというと、東京タワーありますよね、うん、その特別展望台、はい、があるんですよ。普通のメインのメインデッキじゃなくて上側の方だよね。そう、上側の方、うん、そこに上がるには別料金がかかるんですよね。東京タワー行ったことあります？行ったことないんですよ。入ったことない俺。なんかそうで、あの別料金ってさ高いじゃん。うんうんうん、なんか調べたんだけど、うんうん、料金改定があって今2000円ぐらいするらしいね。めっちゃ高いよね、うん、そう高くて、僕記憶だと1回は行ったことあるんですけど、でその料金が実は、うん、フリーメイソンの支援金に当てられてるんじゃないかって言ってるんですよね、うん、はいはいはい。でこれ詳しく調べましたと、まずですね、有名なのが東京タワーの近くにはフリーメイソンロッジがありますよね、東京の、うん、そして東京タワーというのは1958年に開業しました。で1960年代では世界で1位の店舗となんですよ、はい、でも赤くて東京のシンボルってずっと言われてたからね。そう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 。で当時あの僕らより全然上の人たちですね、うん、あの昭和の人たちはこの東京タワーの高さイコール333みたいな、これみんな周知の事実だったらしくて、はいはい、333も足したらさ9になるじゃないですか。これひっくり返したら6になるっていうマーキングですよね、はい、うん、でさらにですよ、これ調べたところ、結構昔ね、昔の、特別展望台の料金と、はい、大展望台の料金を足すと1800円になるんですよね。まあ、昔はそういうマーキングをもっとされてたっていう、分かりやすくね、うん、18という数字で、はいはいはい、まあ、だから実際にフリーメイソンにお金が回ってるっていうのは結構確かなんじゃないかっていう。もう横にあるからね、グランドロッジが。そうそうそう。で、あの先日なんですけど、僕ら2人でね、うん、あの都内ドライブしてて、でたまたまね東京タワー近く寄ったんで、あ、うん、ロッジ行きましょうみたいな。その隣にメソニックビルっていうのが、まあ、いっぱいあるわけなんですよ、その通りにね、はいはい。でその隣の駐車場にメイソン専用のね、うん、あったね、なんか駐車場みたいなのも存在してるんですよね、うん、であのグランドロッジなんだけど、はいはい、なんか昔一昨年までかな、2018年とかまでオープンハウスをやってたらしくて、はいはい、おい、誰でも行けるってこと？そう、なんかね、ネットの記事にもそれは載せていただいてる人、載せてくれてる人がいるんだけど、はい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 、ちゃんと中の写真とかをそのメンバーの方に案内してもらえたり、すげえなっていうのがあったんで、中気になる方とか調べたらね、意外と出てくるんですよ。だからもうね、気になる方はぜひ調べてみてください。ぜひ行きたいと思いますそれでは次ですね、2つ目です。こちらは、旧五千円札のお話をしてるんですよね。これは確か、サバンナ高橋さんが、うん、市への話をしてて、その下りの後に関さんの、話がされてます、はい。でまあ、簡単に内容を説明しますと、まあ、旧五千円札の新渡戸稲造がお札に乗るのはおかしい人物なんじゃないかって言ってるんですよね、うんうんうん。これは実際にあの書籍にも書いてあります。新渡戸稲造っていうのは海外留学しててめちゃめちゃクリスチャンなんだよね、うん、でアメリカ思想がめちゃ強い人だから日本のお札に乗るのはおかしくないみたいな、うん、どっちかっていうと日本の意向とは違う考えだからね、根本的にずっと。で僕ら新渡戸稲造あんま分かんないけど、新渡戸稲造分かる人いる？逆に日本人でちょっとマイナーな感じはしない？教科書とかでさ大々的にさやんないよ、出てくる人じゃなかったから。そうそうそう、だからもうこれもおかしいと。そしてこの五千円札の表記の両側に菊の花が半分に割れてるんですけど、うん、この菊の花っていうのは皇室のマークであって半分に割っちゃいけないんですよ普通にね、うん、でこの菊の花を
合わせたところで数が合わないんですよね。そしてまだあります、はい、この五千冊の裏を見てください。裏を見るとまあ富士山があるじゃないですか、うん、でその湖に映ってる山が全く違う山で、これはまあ品山って言ってるんですよね。五千冊の左の上ですね、これヤーハウェイの目を表してて、さらにこれもう一回表になると地球儀あるじゃないですか、はい、この地球儀日本映ってなくねみたいな、うん、そう日本が中心に来てないんだよ。ってことはどういうことかというと、この地球儀を180度回転させるとそこに何があると思います？これはもうね番組でもやってたんだけど、はい、エジプトがね正解です。あるんですよ。そうエジプトが真裏に来てるんですよね、うん、でそのエジプトといえばピラミッドですよね。もう考えいい人はもう分かりましたかね。あのフリーメイソンのマークと一緒です。でまあそしてその後にまあ有名なね日本の硬貨を全部足したら666になるよっていう話をしてます。はい、そして3つ目です。本格的に話してる話なんですけど、はい、宇宙人に会った男、うんうん、というので話してます。でこれは、アメリカ大統領になると宇宙人に会わされる。そして大統領じゃないのに会った人がこの世に存在します。それが誰かというとあのスピルバーグなんですよね。でまあそのスピルバーグなんですけど、はい、これ皆さん思い返してみてください、うん、ちょっと一つね問題を出しますね。じゃあ宇宙人の絵をちょっと描いてみてください。僕ですね。はいはい、はい、いい？いいよ出して。じゃじゃーん、はいこちらですね。まあ、要はリトルグレイの形ですよね。なんかね目が大きくてっていうイメージ。そう頭でっかいちの、うん、その映画公開される前までは皆さん宇宙人というものを存在知らないから、うん、もう完全にこういうタコ足星人だったりとかあの人間に形が寄ってないんですよね、うんうん、その当時の人は、はい、でもこのスピルバーグのおかげで初めてリトルグレイっていうのを世に出したんですよね、うん、そしてその後に公開されたのが E.T. ですよね。もう有名なね。でこの E.T. で何を表してるかというと、そう宇宙人は悪者じゃないんだよっていうことですよね。なんか結構愛がテーマになってるような感じがしましたね、はい、そうです。はい、まあ、そんなスピルバーグなんですけど、はい、ここからかなり深掘りしていくとすごい面白いものが見えてきます。まず有名なところで言うと政府主導で宇宙人映画を作成されたという話ですね、はい、これは政府による国民を宇宙人慣れさせるための純化プログラムだったんじゃないかって言われてます。それが E.T. ですかね。そうそうそう。で現在当たり前な宇宙人像は全てスピルバーグが作りましたよね、うん、じゃあ僕のこれは完全にスピルバーグさんの影響です。そう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 。でこのスピルバーグがある名言を言ってるんですよ。自分の幼い頃を自分の作品全てに用いている。アイディアとストーリーを見つけるためにそこに戻ることにしているって言ってるんだよね。はい、はい、でこれ幼い頃の体験を大切にしてるんですよ。なんかすごい心に残るような体験だったんだろうね。 そうそうそう。その原点っていうのが完全に合ってるよね。まあ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 可能性としてはね。だよね。そしてまあこのスピルバーグなんですけど、はい、まあ、最近ある大きな会社とコラボしたんですよ、うんうん、D の意思を受け継ぐ会社。それは何でしょう？ディスカバリーチャンネルですね。そうディズニーチャンネルですね、うん、これ2016年にビッグフレンドリージャイアントっていう映画が公開されてコラボしたので話題になってますよね。なんか巨人の映画だったね。そう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 。そして2014年、ゲームウォーズで、これ内容としても資源の枯渇した未来と仮想現実世界を表してて、これはこれからの未来を暗示してんじゃないかっていう作品ですよね。で、まあ、話をちょっと戻しますね、うん、純化プログラムについてです。はいはいはい。これは、未知との遭遇の映画で、うん、まあ、出演とか撮影スタッフら、まあ、40人ぐらいいるんですけど、はい、それに天文学者がアドバイスしてたんですよ。直接講習というかねレクチャーをしてたっていうのがありますね。そうそうそう。でこういう UFO だよみたいな、うんうんうん、っていうのをもう言ってんだよね。だからその天文学者も情報を与えられてるってことですよね、まあ、多分。そうですね。そういうことになるよね、うん、でまあその中の一人ジョーゼフ・アレン・ハイネック、はい、まあ、この方はアメリカ生まれで、まあ、天文学者で、まあ、UFO 研究家でもあります、うん、1948年から69年まで20年以上にわたりアメリカ空軍の
UFO 研究機関の顧問を務めた人物です。うん、この教授があれですね、みんなにレクチャーをしたっていう天文学者さんですね。で、実際にレクチャーを受けた受講者は、この映画は実際の UFO の飛来を受け入れるため必要なトレーニングで政府の UFO 担当部署がスポンサーになってると日記に書き残したんだよね。もう黒ですね。そう。そして1977年、はい、就任の、ジミー・カーター大統領が、うん、スピルバーグとの直接の接点はないんですけど、まあ、これは公式では言ってるんだけど、まあ、嘘なんじゃないかっていう。なんかね、もともとその監督、あ、監督じゃない、大統領さんは、はいはい、未知との遭遇がすごい好きらしい。あ、そうなんだ。だけど公式では全然見たこともありませんって言ってんの。そうそうそう。で、そのカーター大統領が1977年1月に今年の終盤に UFO について国民が混乱する公表があると発表してるんだよ。そして1977年の11月16日に未知との遭遇が公開されたんだよね。で、そしてもう一つ大事な作品があって、それはまあ E.T. ですよね。はい。で、この E.T. はプロジェクトセルポって言われてるんですよね。で、このプロジェクトセルポとは、ロズウェル事件を発端としたエイリアンと人類の交換留学プロジェクト。1965年6月に12人の留学生がエイリアンの UFO で惑星セルポへ旅立ち、交換留学生として一人のエイリアンが来た。そしてそのエイリアンはエリア51にかくまわれたというお話です。完全に国家機密ですよねこれそして2005年に情報漏洩で公になったんですよね。まあ、この情報はやっぱ国家機密だったってことですね。そう。で、この時にこれスピルバーグの元ネタなんじゃないみたいな、っていうので指摘されてたんだね。まあ、確かにそうだよね。そうそう。で、E.T. のストーリー設定はこのプロジェクトが下書きになってるんですよ。で、このプロジェクトを提供してたのがあのカーター大統領なんで。はい。そしてなんとあのカーター大統領生きてます。おお、ご存命。何歳だと思います？はい、80後半とかだな。9とか94歳。うお、かなり長老、ね、これ多分俺の中ではこれいじってる可能性期待ですよね。はい、ちょっと長くなったんですけど、4つ目ですね。はい、はい、これはケネディ一族のお話を、まあ、軽くしております。で、これは、今年の4月にやったやりすぎでもあの暴れる君が話した内容で、まあ、夢ですね。ケネディ一族の暗殺、このケネディ一族とつながってるのはシュワちゃんなんですよね。シュワちゃんの妻っていうのはケネディの、娘なんだよね、はい、だからシュワちゃん暗殺されるんじゃないか。そしてシュワちゃんといえば政界に入りましたよね。でもこのシュワちゃん実際にね、あの現在死んでません、生きてます。まだね、はい、ご存命ですね。で、ちなみに2011年に破局してるからこれは存命してるんじゃないかっていう説明。あ、じゃあケネディ一族とは離れたからってことか。そうなるほど。そしてラスト5つ目ですね。これはまあ何回も話しますが、アキラの話をしてて、はい、アキラがヒットした理由ですね。これは細かく本にも書いてあって、ついこの間の先日のやりすぎにも載ってるんで、あまり詳しくはお話ししないです。はい。で、このアキラについてはね、また僕ら、映画を先日見まして、その詳しい考察は別の動画であげたいと思うんで、今回はね、ここまでとします。はい。それでは最後までご視聴ありがとうございました。宇宙人あいつらマジいいやつだからよろしく。